ハレルヤ、皆さんこんにちは。石川県のキングダムゴスペルクワイアミニストリーズ矢野です。今回は12月14日内灘聖書教会で行われたクリスマスゴスペルプレイズをレポートします。まずはコンサートの模様をご覧ください。私たちキングダムゴスペルクワイアミニストリーズ、通称 KGCM は、このクリスマスの時期に毎年ゴスペルワークショップとクリスマスコンサートを行っています。近年ではゴスペルプレイズを取り入れ、賛美を中心とした礼拝スタイルでコンサートをしています。今回は私たち KGCM と姉妹クワイアである KGCM 福井、そしてワークショップクワイア総勢約40名で賛美でき、また会場には約150名の方々が集ってくださいました。コンサートとは異なり、そこに集う方々は観客ではなく、共に礼拝を捧げることになるので、クワイアとの一体感をより強く感じるように思います。プレイズが終わっても、まだまだ歌い続けたいという気持ちにさせられるほどです。コンサートを終えての感想を伺ってみます。コンサート前はちょっと不安だったんだけど、いざ舞台に立ってみんなと一緒に歌うとすごく気持ちよくて、喜びに満ち溢れて、とても、素晴らしいコンサートとなりました。私たちはゴスペルミュージックを全国に発信し続けるメグ&ピアノ工事の指導を受け、御言葉をもとにした日本語のゴスペルを中心に歌っています。キングダムゴスペルクワイアという名前の通り、神の国がこの地上でも現れることを願っています。どんな時にも希望の言葉を歌うたびに、内側から泉のように喜びが湧き上がってくるようです。 KGCM でゴスペルを歌う魅力についてメンバーに聞いてみました。私にとってゴスペルとは信仰告白でもあり、自分にとっても人にとっても恵みを分かち合うものだと思ってます。僕が海外留学から戻ってきて、もう一度 KGCM に入ったのは、このクワイアが真の賛美を歌い、神の栄光を表しているからです。 KGCM は今年で発足10年を迎えます。歩んできた中で思うことは、どんなことがあっても神様が私たちをしっかりと導いてくださっているということです。時には転機が訪れることもありました。 KGCM を立ち上げたチャプレンが石川を離れることになった時には、クワイアの存続が振るわれましたが、メンバー同士が祈り合い支え合うことで結束が強められました。互いに愛し合いなさいとイエス様が言われたことが、どれほど大きな喜びと幸せを生み出すかをクワイアを通して実感しています。 KGCM の仲間はクワイアに入らなければ出会うことのなかった人たちばかりです。メンバーはクリスチャンもいますし、そうでない方もいます。さまざまな教会から集っていますが、賛美するたびにキリストにあって一つにされていることを感じます。私たちは小さなクワイアですが、神様の大きな恵みの中で導かれ、メンバーの中から喜びの歌声というオリジナル曲が生まれ、この曲が CD となって各地で歌われるようになりました。また KGCM 福井、KGCM 横浜など新しい地で賛美の輪が広がっています。賛美の中に住まわれる主は私たちの間に臨在して、神の御国を表してくださっています。石川県から KGCM 矢野がお伝えしました。